こんにちは、たまたまこです。ジャッジアイズ続きやっていきます。今回は木戸から情報を聞き出すというメインストーリーを進めていきたいと思うので、早速木戸のことは僕らで見てる。一息入れてきて。ありがとうございます。一息入れてね、デートたくさんしてきたので。なら木戸のとこに行く？行きましょう。杉浦くん、どこ見て喋ってんだ。行ってきます。一応まあ前回その大久保新平くんに着せた罪は、実はまあ生野がやってたっていうこととかは白状してくれたんだよね。ただそれがしっかりと証拠になるかって言ったら、まだその辺の話はできてないので、その話をしましょう。話す気になったか。はい。おう。3年前、生野はアドデック9の人体実験で患者を殺した。あんたはいつそれを知った？アドデック9の、うわ、ちゃんと話してくれるんだ。記者会見のすぐ後です。うわー、記者会見した後なんだね。やっぱり直接。あの時のことは今も思い出すと体が震えてきますよ。あいつへの怒りで、まあちょっと騙されたわけだもんね。片棒を担いじゃったっていうことだもんね。あの部屋だ。アドデック9が有効なのは、それブランデーか。今のところマウスに対してだけです。そりゃ分かっている。でも人体にだってきっとうまくいく。いえ、そうはいきません。いや、実際にね、投与しちゃったんだもんね、惑星に。めでたい記者会見の後だぞ。今日ぐらいそんな話いいだろう。本当にお前は無粋というか、仕事バカというか。あ、飲まされてるブランデー。今日の会見には一ノ瀬事務次官も喜んでた。うちは閉鎖どころかでかい予算が流れ込んでくるぞ。あとはお前がもう一頑張りして薬を完成させれば。現段階でアドデック9の臨床試験を行えば、被験者はまず間違いなく死にます。なんだと？なんでそんなことが断言できるんだ？やってるからね。大久保新平は無実なんです。うわー。あ？急に何の話を。あの判決通り、彼はうちの入院患者を殺してなどいません。患者を殺したのはアドデック9なんですから。アドデック9のせいにするんだ。自分じゃないんだ。あの事件は、なんか怖っ。アドデック9の人体実験だったんです。私の独断で投与しました。なんだって。私は世界が待つ新薬を、いやマジでこいつ罪悪感ないぞ。投与した途端に、うわ、恐ろしい悲鳴が上がりました。私はその口を両手で必死に押さえて。じゃあ君があの老人を。なんでそんなバカなこと。じゃあどうするんだ。今日あんな華々しい会見までやって、アドデック9をぶち上げたんだぞ。それも私の名前でだ。今日会見しなければこのセンターは閉鎖だったはずです。なんで事前に何も言わなかった。言えばあなたは逃げたでしょう。会見は行われず、センターも閉鎖。世界を救う新薬もお蔵入りだ。でも私はアドデック9を作るために人生を研究に捧げてきたんですよ。私には関係ない。なら私は降りる。心配ありませんよ。え？協力してください、木戸先生。アドデック9が無事に完成しさえすれば何も問題はないんですから。何も問題ない。そしてあなた、人殺してるけど、その開発者として名誉を歴史に刻み、富も手に入れられます。マジで罪悪感ないな、この人。でももし今事実をぶちまければ、
私もあなたも破滅するしかない。アドデックナインの完成のことしか失うものが大きいのは見えてないな。あなたの方です。ショーノ、お前は。いや、異常な執念だな、これは。まあでも何年も、もしかしたら何十年も同じ研究をずっとしてたからこそなのかな。ショーノが打ち明けたのはそれだけ？まだ他にもあったろ。モグラのことね。ショーノは他にも人を殺してる。エミちゃんのことはどうなんだろう。大久保新平を、あ、殺人鬼に仕立てるために、その寺沢エミを殺したと。やっぱり知ってたんだな。 おい、どうした。さ、まだ話が済んでない。え、本当にしろ。どうした杉浦君。え、なんかさ、杉浦君結構八神氏にさ、大久保新平についてのことを聞いてきたりしてたけどさ、寺沢恵美ちゃんとなんか知り合いだったりする？なんか今の掴みかかるのも異常だったよね。なんか感情大爆発してたけど、え、なんか知り合いっぽいな、エミちゃん、もしくは大久保新平と。ここまで来ればあとは何を聞いても口を開くはずだ。その後は何があった。ショーノが寺沢エミを殺した後、あんたたちはもう全部分かってるんだろう。副署長の橋木を始末したな。私がやったわけじゃないって。橋木はアドデックナインの弱みを嗅ぎ回ってた。ショーノやあんたにとって目障りな人間だ。ただそれを何とかするには助けが必要だった。うん、そこでモグラか。アドデックナインを守ることで利害が一致する味方、それが誰かといえば、ショーノやキドがアドデックナインを守るために助けを求めた相手は、これはこれなんじゃない。いや、まあそのモグラもそうだけど、直接モグラに話しかけたわけじゃないもんね。一ノ瀬から羽村の頭に渡って、羽村の頭から黒岩に渡った、こういうことだもんね。厚労省の一ノ瀬だ。創薬センターを厚労省の天下り先として育て上げた官僚のトップ。そうです、私と翔野は一ノ瀬さんに全てを打ち明け助けを求めました。あの人は政治の表も裏も知り尽くした剛腕で有名でした。私と翔野は意を決して、人体実験で患者が死んだことも寺沢恵美のことも打ち明けたんです。すると一ノ瀬さんは、おお、それら全てを隠蔽し続けると即決してくれた。即決したんだ。何があってもアドデックナインとその利権を守ると。だから橋木の口を塞ぐことに躊躇もなかった。もともと一ノ瀬さんは、あ、橋木が梶平のスパイということも知っていたんです。そうなんだ。その一ノ瀬の手配で羽村と黒岩が殺し屋として雇われたのか、ったく、クズがクズを呼ぶって感じだな。橋木が死んで、あとはアドデックナインさえ完成すれば、完成すればね、全てが丸く収まるはずでした。そこだけがうまくいかなかったわけだ。しかし臨床試験をして、もしまた人が死ぬようなことがあれば、新薬の完成は夢と消える。そしてセンターの存続もなくなり、それまで払った犠牲も全て水の泡になる。何言ってんの。犠牲を払ったのはあんたらじゃないだろ。いや、怒ってるな。あんたらが一滴だって自分の血に流したかよ。うわなんだ
話続けてくれる？手をこまねいていた私とは対照的に翔野は積極的でした。彼はこう言いました。アドデック9を完成させるためには実験の失敗を恐れてはならない。翔野、そして成功するまで実験を続けるべきだと。いや、狂ってるね。アドデック9の開発を早めるため翔野は極秘の人体実験ができる仕組みが必要だと言い出したんです。仕組み？ああ。もしアドデック9がまた人を死なせてしまっても、それを隠せるなら危険を承知で何度でも実験は繰り返せる。つまり実験台の確保とその始末が速やかに行われる仕組みです。あ、それができれば薬は必ず完成させると。それで凶霊界のヤクザたちを実験台に。一ノ瀬さんは翔野のその希望を全面的に聞き入れたんです。もうそっか、翔野しか作れないから。翔野が必要とする裏金の調達役でしかない。創薬センターには厚労省の予算が流れ込んできました。それを使って翔野はカムロ町に秘密のラボを作らせたんです。ね、秘密のラボ。人体実験はそこで行われてます。いや、そこの場所が分かればこれ証拠になるね。人体実験の秘密ラボのことは羽村も本丸園で口にしてた。うん、してたね。でもその場所は黒岩と翔野しか知らないって言ってたよね。え、ってことは木戸もこの場所を知らないってことか。そのラボはカムロ町のどこにある？いや、細かい場所までは。私は翔野と一ノ瀬さんの話をそのなるべく聞かないようにしていて。まあまあそうか、逃げられるようにね。そこが殺しの現場だ。凶霊界のヤクザたちは全員その場所で殺された。そこになら、絶対何かあるね。証拠が残ってるはずだ。おい、本当に場所知らねえのか。黒岩刑事ならもちろん知ってるはずです。ああ、言ったね、黒岩刑事と。あんたと違って口を割る相手じゃない。うん、それなら。うん、翔野、ラボの設置を指揮した人物がいます。誰なの？一ノ瀬さんの部下。あ、出てきたね。一回石松、あのなんか不敵な笑いするやつね。その名前確か羽村も言ってたな。殺しの仲介人だ。うんうんうん、そいつはどこにいんだよ。カムロ町のミレニアムタワー。いや、木戸は全部喋ってくれるな。厚労省の支局分室があるんです。今夜はそこにいると聞いてます。何、支局分室って？翔野のラボを管轄するためだけの部署です。表向きには存在しません。看板だって違う名前で出てます。なんだそれ。そんなのがカムロ町ヤクザじゃん。まあとにかくよ、石松はラボの場所がわかるわけだろ。うわ、ここに突入しに行くのか。ええ、また裸に向いて聞き出すんですね。いや、それよりいい考えがあるよ。ん？まずその石松さんを秘密ラボに向かうようになんとか仕向けるの。なるほどね。で、僕らはそれをミレニアムタワーからこっそり尾行する。なるほど、石松に直接道案内させるってことか。でもよ、どうやってそいつをラボに向かわせんだ。木戸の電話を使ってじゃないの？そこさ、大丈夫、木戸が石松に電話をかければいい。新たな実験体が必要になったって。俺らが翔野のラボを嗅ぎつけたらしいとか、そんな風にさ。そっちか。で、ラボの様子を見に行ってほしいって頼むんだ。それいいんじゃない？私が石松にそんな電話を。もう全部言ったから、もう逃れられると思ってたよね。セクハラビデオをばらまくぜ。セクハラビデオは嫌なんだな。流出されんの。石松の特徴は年は
50代くらいで、グレーのスーツ、小柄で160あるかないか。あ、いつも手袋をしてます。うん、あん時もしてたね。そんなおじさんたくさんいるって。いるか。他にはネットで写真を漁ればわかるかもしれません。石松って名前だけで検索しろっての。いえ、そうじゃなくて、一ノ瀬事務次官の写真を探すんです。なるほどなるほど。そっか。どこかで石松こっちのプレイヤーは一緒に写ってるのがあるんじゃないかと。石松の顔を覚えてるけど。なるほど。それなら少し時間をかけりゃ見つかりそうだな。ヤガミ氏たちは話で聞いただけで顔は見えてないもんね。ここで軌道を見張っててくれる。おう。お僕は杉浦は俺と石松の一緒に行くんだ。こっそりやるのは得意だろう。まあね。ならすぐに行こうよ。ミレニアムタワー。これ聞けるか。石松の写真は見つけ次第お前のスマホに送ってやる。エミちゃんとどういう関係なんだって。ああ作戦開始だ。え、なんだろう、幼なじみとかだったりするんじゃないの。行こう、ヤガミさん。年も近いでしょ、だって見た目的に。でもだとするとさ、まあ窃盗団にいたっていうのはちょっとよくわかんないけど、なんか八神氏の携帯をこう奪って逃げたりしたことがあったと思うんだけど、八神氏のことも調べてたんじゃないかな、もしこの杉浦くんがエミちゃんと何かしらつながりがあったとしたら、まあ、自分のそのまあ幼馴染なのか友達なのか何か恩がある人なのかわかんないけど、そういう人がまあ殺されてしまった事件の弁護士で、その人が、その弁護士が大久保くんをね、最初こう1回目の裁判で有罪にしてくれてれば彼女は死ななかったはずなんだっていうことで、もしかしたら八神氏のことを見張ってた可能性はあるけど、あの、だとしたら3年間ぐらい見張ってることになるか、ちょっとそれは違うのかな。どうなんだろう。なんかその石松とかのことも気になるけど、杉浦くんのことがすごい気になるな。話すか。行けよ。お前らがミレニアムタワーに着いたら木戸に電話をかけさせる。そしたら石松が出てくるはずだ。オッケー。姿勢いいな。カイトさん怖いね。作戦は決まったな。あ、オッケー。じゃあ行ってくるか。杉浦く一緒に行こう。うわー、なんか、いや、でもマジで全部話してくれたね。ミレニアムタワーに向かう。で、杉浦くんと一緒ってことは他のこと何もできないっていうことだよね。メッセージも来てるけど、見れない。ですよね。じゃあ、ミレニアムタワー向かっちゃおうか。で、ミレニアムタワーにやってまいりましたよ。ここでいいのかな？もしもし。お、カイトだ。今お前のスマホに見つけられたんだね。石松の写真を送ったぜ。じゃあな。ああ、やっぱり、うん、この人だね。これが石松ね。で、グレーのスーツに手袋か。なんでいつも手袋してるんだろう。ここならビルから出ていく人を見張れるね。目立つけど。ラボの場所を突き止めたら、そのまま中に突入することになるけど、準備はいい？あ、回復。いや、まあ大丈夫でしょう。大丈夫。なあ、大丈夫だ。カイトさん、こっちは準備 OK だ。軌道に電話をかけさせ。いや、なんか軌道、この電話かけるときになんかボロ出したりしないかな。大丈夫か？センター長さんよ。ここまで結構いい感じに進んできてるから、なんか軌道の電話はうまくいった。これで石松やらかしそうな感じするけど。よし、あとは石松を見つけて尾行するだけだな。抜かるんじゃないぞ。オッケー。杉浦もいる。任せて。頼りになるからな、杉浦くん。あ、石松を探すのね。あ、なんだ、木戸の名演技は聞けないのか。ちょっと楽しみだったんだけど。石松。
や、この人なかなか目立つでしょう。これで身長160センチぐらいなんでしょう。目立つよ。で、うわ、びっくりした、人いるわ。この人は、あ、まあ、全然違う人だね。あいつが石松か。いや違うか、違うな。あ、確かに手袋はしてんだ、気づかなかった。こういう時だいたい猫ちゃんいるはずだけど、あ、なんかいっぱい人が出てきた。グレーのスーツの人ばっか。猫ちゃんはいないかな。で、なんかグレーのスーツの人で電話してる人はいるけど、全然違う人だね。あいつが石松か。いや違うか。え、全然いないけど、あれ、なんか見逃したとかあるか、もしかして。あ、来た、今いたね。どこだ。で、こっちの人は調べられないので、この人だね。あ、違うわ。え、なんかぽいけど違う。あ、あ、いやいや、こいつだな。でも電話まだしてない。これからすんのか。こんな真正面に立ってて大丈夫？なんか、あ、電話した電話した、見よう。グレーのスーツに手袋、あいつだ。あいつだね。いや、猫ちゃん見つけられなかったけど、あ、でもまだできなかった、もう調査終了になっちゃった。いや、それ対応してるんだ、スマホに。怪しいだろう。コート着てて手袋してるんだったらわかるけど、上着なしで手袋はちょっと不審だよね。で、尾行ね。杉浦くんどこ行ったんだ。全然違うところで尾行しててくれてんのか。後ろいる。杉浦くんどっか行っちゃった。コンビニでも行った。危ない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 。じゃあ尾行していきましょうか。怪しんでるね。まあ秘密のアジトに行くんだったら、そうか、つけられてないかとかは警戒するか。一応めっちゃ振り向くな。散歩中のワンちゃんぐらい振り向くじゃん。あ、ここがゴールだ。よし。はい。誰と電話だ。ええ、なんかちょっとかくついてるな。はい、ええ、すぐに向かいます。え、どこへ。まずいかこれ。また振り向くか。走った。待って、え、あいつ走ったぞ。嘘だろ。走った走った。追いかけよう追いかけよう走り方結構もう疲れた走り方なのよそれ。あ、またここ2周目だぞ。何回来んのよ。新しい方向に行きましたね。走って追いかけますよ。いやあ危ない、危なかった。ん、なんかそこ入ってったな。そこか。あ、違った。すごい音立てるじゃん。びっくりした。あ、でもなんかラボっぽいところついたね。結構長く尾行しましたよ。同じところぐる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 回って、ムッシュリー。いや、怪しい場所だな。いかにもって感じ。とっくの昔に潰れたラボだよ。秘密の人体実験をするにはおあつらい向きだね。いや、本当だね。これだ、カイトさん。場所、分かったか。分かりました。それっぽい建物を見つけた。これから中に入ってみ。気をつけろよ。うん、行こう。あ、うん。お、よし、行くか。行けるか、杉浦くん。行くよ。暗いな。お、どうなってんだこりゃ。暗いな。
これやっぱ僕らが不法侵入ってことになる。今さら？まあな。あ、え？わお！てめえら誰だ？あ、なんかでもどうすんの、ヤカミさん。インカムつけてるな。そんなの行くに決まってんだろ。いやもうバレちゃうよこれ。インカムつけられてるもん。どうしよう。あ、これとか使いたいな。ドラム缶。えい！ドーン！おい！ドラム缶男が完成した。あ、なんか特殊警棒使える。やった！うわー！いいね、特殊警棒。かっこいい。特殊警棒持ってるってことは、こいつはなんか警察関係か？チンピラっぽくはないけど。あ、また杉浦くんとの共闘できるかな。あ、かっこいい今の杉浦くんの片手で。いや、すごい。なんか戦い方やっぱサンジっぽいな、ワンピース。あ、来た来た来た、これこれこれ。あ、ダメだった。ちょっとダメだったわ。まあいいや、倒しちゃおう。杉浦くんやっちゃって。うわ、かっこいい杉浦くんのその攻撃。片手で全体重をこう乗せて蹴るっていう。いいなそれ。八神氏もやってよ、ね、奥に人の気配がする。まだ他にもいっぱいいそうだよ。向こうも俺らに気づいた。うん、次は多分武器を出してくる。下手したら銃も。ここの連中は何なの。何者。神室町の。あ、ホームレスだな。ホームレスか。それを多分一ノ瀬が金で手なずけた。おい、大丈夫かターボ。なるほどね。ああ、でも当たりだ。うん、こんなに守ってるってことはね、ここに何かあるのは間違いないよ。ショーノの秘密ラボか。でも何をやってるか知らせてないんだよね。ここきっともう人目につかない。死体を運び出したりするのにもうってつけだ。うん、お前らだけで行けそうか。お、この先杉浦と二人だけで秘密ラボの証拠を抑えられるか。いや、そうだな。え、ま、真冬？真冬に電話してすぐ来るように言ってくれる。警察も一緒に。おお、マジか。なんだよ急に。俺ら今不法侵入中だろ。あ、そっか。このままもし秘密ラボがあっても違法に見つけた証拠じゃ。いや、さすが八神氏、頭が回るね。警官呼べば大丈夫になるもんなのか。いや、警察だって令状がなきゃ捜査は無理だね。なんだよ。じゃあなんで真冬ちゃんに警察連れてこいなんて言うんだよ。そこは俺にちょっと考えがあるからさ。いや、さすが。とにかく真冬に伝えてくれる。うん、俺らはラボを探す。普通に通報じゃなくて、やっぱり真冬さんという仲間を使った方が良さそうだからってことだよね。よし、いいね、行こうか。そっか、あ、出た、暗いな。明かりも持たずに中に入るのも危険だよ。その明かり持ってく？え？いや、どっから取ったん？それどっから取ったのよ。何があるかわからないから慎重にね。はい、またなんか杉浦くんに電気つけさせられるんかと思ったけど。じゃあ行くか。戻りはできないんだね。このハイビルのどこかにショーノのラボがあるはずだ。今はそちらを探そう。え、ここ左入れるけど。うん、なんかロックかかってるな、前は。ここ入ろう。いるー、早速ー。いやー、なんかムキムキ系だな。え、あ、ちょっと待って、今杉浦くん手伝えたのにミスったな。杉浦くんがやってくれるからいいか。あ、なんか使えるもんある。いや、あ、何それ、それ何、レンガ、何だった、ちょっと見えなかった。あ、マッサージ機だって。マッサージ機持ち帰ろう。あ、マッサージ機無限に出てくんじゃん。もらってこう。どういう何かマイク型のマッサージ機ですが、持ってこっか。杉浦くんやっちゃって。他には取れるものなさそうだね。あ、あ、待って、なんかあるぞ。あ、またマッサージ機か。あ、それ手伝いたい。ちょっと待って、
倒しちゃいましたね。ご苦労様、杉浦くん。そっか、ラブホテルだからか。汚ねえな。進みましょう、杉浦くん。なんだ？なんでこんなところに水たまりが。しかもこの扉開かねえし。いや、そうだね。カードキーとか？だから言ったでしょ、慎重にって。くっそ、この靴気に入って。ああ、白い靴だもんね。絶対嫌だよね。え？入れないってことだね。え？他行けるとこあった？ここ？あ、ここかな。いや、違うわ。え？まあ、この部屋しかちょっとヒントっぽいのないけど、なんか隠し扉とかあったりする？マッサージ機めっちゃあんじゃん。一応じゃあこのマッサージ機を当ててみる？あ、マジでそうなの？マジでそうなの？いや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 、いや、怖っ、ここ通るの。感電しない？あ、いけた。え、どうした？急にでかい声出すなよ。こっちがびっくりするじゃねえか。ごめんごめん。びっくりした。杉浦くん、やめてよ。暗いな。なんかやだな。なんか違うゲームみたいだよ。え、ちょっと手繋いでいこうよ。怖いから。え、いや、怖い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 、違うゲームなのよ。ちょ、さっきから何なんだよ。さらわれた。杉浦、どこ行った？やだ、バイオじゃん。くそ、リッカーいる？タイラントおじたんいる？え、怖い。あ、びっくりした。扉が閉まったのか。怖いよ。で、うわ、暗いなぁ。マジで、見えない。あ、ホコリがすごい。いや、ちょっとこれ、咳出るやつだな。ハウスダストアレルギーだから。あ、そっちも行けるぞ。こっち先行ってみようか。何？いや、怖いって！いやー、変態仮面みたいなやつ出てきた。何お前？え？え？いや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 、何？勝手に何？何何何何何何何？近づいちゃったけど、やられんかい。なんだこいつ。え？近くのはやばそうだ。え、な、なになになに？口の中何入れてんのお前？え、ちょっと怖いな。ここ？あ、いけんのかい？怖いって。な、な、何このびっくりハウスみたいなのやめてよ。え？あ、なんか落ちてる。なんだこれ？捕獲激闘？何それ。あ、これ新しい、なんかスキルを覚えられるって感じか。あ、やった。まだまだ覚えられてないスキルあるからね。あ、これか。身動きの取れない敵に対して容赦なく蹴りや投げをお見舞いできる。あ、やった、これ取っとこう。あ、いいもの見つけられた。結構こういうの落ちてるのかな。あ、こっちは進めないのね。あい、こいつと戦うことになるかな。ねえねえねえ、何を何してんのあんたは。なんか好きでここにいるのか、この人。あ、なんかここカードをタッチしたら開いたりするのかな。立ち会いたくないけどな。めっちゃ曇ってる。あ、ここから来たんだっけ。いやー、びっくり。もう何、びっくりさせないで。ここまだ入ってない部屋か。あ、またなんか落ちてる。あ、スタミナね。オッケー。まあでもここ結構くまなく探した方がいろんなアイテム取れそうだな。マップ見ながら進んでいきましょう。ちょいちょい脅かしてくんのやだな。で、え、え、ここは？あ、なるほど、ピッキングね。オッケー。あ、明るいエリアになったけど。いや、な、いや、待って、杉浦くん、首吊られてない？か、
完全に首吊られてるよね。で、なんかすごいマッチョの人が見てる杉浦くんのことを。あ、二人に囲まれてんのね。いや、もう処刑台じゃん、あんなの。助けに行かないと。